こんにちは。日本一の長生きを目指しています長生き一です。このコーナーでは私長井が健康と要介護の間の状態のことを指すフレイルについて詳しく掘り下げ、いつまでも元気で長生きができる秘訣をお伝えします。今回のテーマはこちら、フレイルって何？皆さんはフレイルという言葉を聞いたことはありますか？あまり馴染みのない言葉で知らない人も多いはず。今回はそんなフレイルの意味と、そのフレイルが引き起こす影響、そして健康寿命について解説します。ここからは福井県フレイルトレーナーの田島さんに詳しいお話をしていただきます。田島さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。フレイルとは虚弱を意味する英語フレイルティを語源とした言葉で、健康と介護が必要な状態の間のことを言います。具体的には年齢に伴う衰えのほかに、以前に比べて筋力が落ちた、外に出なくなった、人と会うのが億劫になったなど、心身の活力が低下した状態を言います。高齢者の多くはこのフレイルの状態を得て介護が必要な状態に移行していきます。だから早めにフレイルに気づくことが大事なんです。なるほど。ではこのフレイルの状態を放っておくとどんなことが起きてしまうのでしょうか？はい、フレイルの最も大きな原因となるのが筋肉の衰えです。フレイルの状態を放っておくと、ちょっとしたところでつまずき転んでしまいます。またお口の周りの筋肉が弱ってくることで、硬いものが食べられなくなって低栄養につながったり、飲み込む力が落ちてきてむせ込みが多くなって誤嚥性肺炎につながります。さらには活動性が減ることで人との会話が減ってしまい、認知症のリスクが高まります。ひえ、まだ動けるから大丈夫だなんて甘く見ていると取り返しのつかないことになってしまうんですね。はい、自分はもちろん家族や周りの方にも大きな負担になってしまいます。そうならないためにも、次にお話しする健康寿命を伸ばすことが大切なんですよ。なるほど。では田島さん、そのフレイルと密接な関係にある健康寿命についても教えてもらえますか？はい、健康寿命とは元気に日常生活を送ることができる期間のことを言います。健康寿命と平均寿命との差が大きいと、周りの助けがなければ生活できない状態が長く続くということになります。この表を見てください。およそ男性の平均寿命は81歳ですが、健康寿命としては72歳です。なんと男性は9年間、女性だと12年間も平均寿命との差があるんですね。長いですよね。健康寿命と平均寿命の差を短くするには、日常生活におけるさまざまなフレイルのサインにいち早く気づき、日常生活を見直すことが大切です。フレイル状態が進行しないように、また健康な状態に戻れるよう早めにフレイル予防をすることが大切です。次回からはその具体的な方法や健康長寿に必要な情報をお伝えしていきますので、皆さんも一緒に学んでいきましょう。